おはようございます。おはようございます。小塚さん、今日 YouTube です。あ、お疲れ様です。出勤服チェックをお願いします。はい、あ、僕でよければよろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速小塚さん、コーディネートのご紹介をお願いします。はい、キャップがカシラのちょっと派手めなキャップを使ってます。で、メガネは、ジュリアスタートピカル、アウターはフォートバイヤー今シーズンの中綿入りのハーフコートですね。こんな感じです。インナーも昔買ったポートバイアークのワイドリブの、スウェットを使ってます。デニムはリーバイスのヴィンテージクロージングで、足元はコンバースのチャックテーラーを合わせてきました。カバンは何使ってますか？いつも愛用しているポーターのヘルメットバッグ使ってます。アクセサリー類のご紹介お願いします。はい、アクセサリー、ネックレスもこれもポートバイアークで昔作った、ターコイズのネックレスをアクセントで入れてます。それでは小塚さん、コーディネートのポイントをお願いします。はい、コーディネートポイントはグレーの霜降りスウェットとヴィンテージ加工の入ったデニムとコンバースを合わせてちょっと古着っぽさをベースに組んできました。それでは小塚さんに出勤服の紹介をしていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。小塚さん、今日 YouTube です。 YouTube？ はい、出勤服チェックをお願いします。おじさん編ですか、今日は。大人の男性編ということで。わかりました。よろしくお願いします。お願いします。はい、若林さん、それでは早速コーディネートのご紹介をお願いします。はい、上からキャップがナナミカ、サングラスがアイバン、マフラーがアンドワンダーで、ジャケットがディセンダント、中に着てるスウェットがタコマフジレコードで、パンツが、ノースフェイスパープルレーブルで、靴がアディダスで、バッグがLL ビンになります。今日のコーディネートのポイントはありますか？最近個人的に古着っぽいスタイルが好きなので、G ジャンにスウェットをコテコテにならないようにスラックスを合わせてちょっと抜いた感じを出しました。はい、ということでピュアラウンジバイアークの若林さんに出勤服を紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。ヤギサさん、 YouTube です。あ、撮影中？ヤギサさんの出勤服チェックです。自分ですか？はい、今日出勤服チェックお願いしても大丈夫ですか？わかりました。はい、お願いします。はい、それでヤギサさん、はい、早速出勤服の着用アイテムの紹介をお願いします。はい、今日暖かかったんでコートを着てきました。トゥーグッドっていうブランドのエクスプローラーコートっていうんですけど、こんだけボリューミーなコートでインナーいくらでも着込めますよっていうデザイン性になってます。このブランドの初期からの定番アイテムだったんですけど、今シーズンまたカスタマイズされて結構着やすくなったんで、あとこの生地感がワックス加工入ってるんで結構防寒性もあるんで、この時期なんか結構重宝してます。バッグはどちらのバッグですか？バッグはバッグジャックのリュック使ってますね。出勤の時は？あ、もうこれがやっぱ便利なんですけど、便利だしシンプルで合わせやすいんで、で機能的なんでこればっか多いですね。ヤギサさん、インナーの紹介もお願いしても大丈夫ですか？わかりました。はい、はい、はい、では着用アイテムの紹介をお願いします。アウターとインナーが、メゾンマルジェラです。パンツもメゾンマルジェラで、ブーツが MM6 になります。アウターはバブアーかと思いました。これ実はメゾンマルジェラなんですよ。後ろこういう感じなんですけど、すごいなんかデザイン性があって。そうですね、中地で使ってるような生地をこういう袖に持ってきて、解体と再構築っていうマルジェラらしいデザイン性になってて、はい、結構気に入ってよく着てます。インナーのニットも？そうなんですよ、これもちょっとグランジっぽく実はなってて。あ、本当ですね、はい、ちょっとデザイン性があるんですけども。はい、帽子はどちらの帽子ですか？木島孝之さんに当店ライフワークの別注で作ってもらったウールキャスケットになります。メガネのご紹介もお願いします。メガネがテンアイバンのサングラスになります。以前当店でイベント組んでいただいた時に買わせていただきました。ありがとうございます。はい、コーディネートを組む上で何か意識していることはありますか？結構このアウターがこれもワックス加工のものなんで結構ソヤっぽいんで、あんまりカジュアルダウンしすぎないように、あと春物が結構入荷してきているので、ちょっと春を意識してこういうアイボリーのニットと、はい、ウールのトラウザーにしました。はい、それではライフワークの八木沢さんに出勤服を紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。おはようございます。おはようございます。うつさん、今日 YouTube です。 YouTube？ はい、収録ですか？はい、ご苦労様です。うつさん、うつさん、出勤服取らせてください。ちょっと来ちゃいました。今回もお願いします。久しぶりなんで。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、それでは早速うついさん、コーディネートのご紹介をお願いします。いつも自転車で来てるんで防寒対策をして来てます。
外はアークテリックスのシェルジャケットですね。2級かなり高いベータジャケットを着てます、インナーに中綿のジャケット、あとヘビーウェイトフーディーですね。インナーはレミリリーフネイビーレーベルのベージュライトイエローの方ですねを着用して、パンツがオアスローの、チノパンツです。全体的にベージュに黒を付け加えてツートーンでコーディネートしてます。いつも自転車で来るので気候あったかい日があったりとか寒い日だったりするんですけど、そういった時は中綿のジャケットと、シェルのジャケットをうまく組み合わせて防寒の調整をして出勤していることが多いです。足元はクラークスのワラビーのゴアテックスですね。これは僕めちゃめちゃ履いてます。雨の日とかでも普通に履けるんで、かなりヘビロテしてて、でそろそろ下手ってきたのでまた新しく一足買おうかなと考えてます。宇津さん、先ほど手袋もされてたと思うんですけど、はい、2つ組み合わせて使ってるんですけども、ダイワライフスタイルのグローブですね。これを2つ組み合わせて今はしてます。ちょっと寒いんで時期によって使い分けるような。そうですね、はい、今ももうちょっと暑くなってきたんですけど、まあ、そういった時とかは中脱いでこれ1枚で着用したりとかしてます。実際にちょっとやってみます。お願いします。はい、インナーのアトムヘビーウェイトフーディーを脱いで今ベータジャケット1枚で着用してます。やっぱ春先とかだと、まあ、このシェルジャケット1枚で本当十分な形にはなるので、雨も大丈夫ですし、もちろん風も通さないような形ですね。でこれ1枚持ってるだけでかなり重宝します。でアークテリクスはやっぱレイヤリングのシステムですね、重ね着が結構重要なブランドにはなってくるので、サイズ選びとか結構難しいかとは思うんですけど、まあ、そこはお好みでインナーで厚手のものを着用するのか、それともこう1枚で着用するのかというところで、お好みで着用はしていただければいいとは思うんですけれども、シェルジャケットはちょっと特徴的で、まあ、アークテリクス自体もともとロッククライミング主としたブランドになるので、こう袖を伸ばした時でも袖がこうならないように長めに設定されてます。着用してるの M サイズなんですけど、袖ベルクロで留めないとこのぐらい長いです。身長と体重もお伺いしても大丈夫ですか？身長175センチ、体重55キロです。 M サイズ今着用してこういう感じですね。その方もここにこう絞りがちゃんとついてるので、少しこう絞ってもらうと今っぽく着られるのかなと思います。コーディネート組む上で意識していることとかってあったりしますか？簡単に持ち運べるものをなるべく持ってって、展示会とかもこう行かせてもらったりするんですけど、向こうでこう急に暑くなった時にバッグの中に入れなきゃいけないっていう時、簡単にこう持ち運びできるようなものを持ってることが多いです。個人的にはこのベータジャケットの方もかなり薄手でこうコンパクトにまとめてバッグの中も入れやすいので、そういったところではかなり重宝しているアイテムになります。はい、ということでアークスタンダードの薄井さんに出勤服をご紹介していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。